平成27年度予算案における、国民年金保険料収納対策等についてというようなですね、文書があるんですけれども、まあ、その中にですね、厚生年金に未加入の、会社を、きちんと、加入させるという適用促進策について、今年度ですね、平成27年度101.6 億円というですね、大変大きな金額の予算が挙げられてますね。で、一方、国民年金の保険料、収納対策の、促進ということについても 159.4 億円ということで、こちらもさらに大きな金額が、予算がね、挙げられてますので、両方ともですね、今年度厳しい取り締まりが行われるということになります。